第2位です。3階級制覇のチャンピオン、フェザー級からスーパーフェザー、そしてライト、この3階級を制しましたファン・マヌエル・マルケス。どのようにでも試合を作ることができる。ただ今回はスピードスター、あのフロイド・メイウェザーが目の前にいます。止めることができるのか。1年9ヶ月ぶりです。まあ天才でありましょう。しかし天才が一旦はグローブを吊るしました。これをまたこのグローブに拳を入れたフロイド・メイウェザー、その天才ぶりを四角いリングの中で披露することができるんでありましょうか。まあいろんな見方があると思いますが、まず浜さんはどこに焦点を当てるんでしょうか。まずメイウェザーのスピードですよね。あ、やっぱりそうですよね、はい、当初は7月18日にセットされました。しかしメイウェザーの肋骨を痛めたため、練習中に肋骨を痛めたため、今回9月19日に延期となりました。さあ仕切り直し、久しぶりの試合です。さあ試合が始まっています。スピードはどうか、錆びてはいないのか。1年9ヶ月ぶり、左を出していきますメイウェザー。確かに契約、2人における契約のウェイトは守ることができませんでしたが、フロイド・メイウェザー、罰金を払ってでも、まあ、いいコンディションを望んだのか、その辺は分かりませんが、この立ち上がりを見た分では決して悪くはないようです。ミックロス飛んできました。マルケス、あ、笑ってます。笑みを浮かびました。フロイド・メイウェザー、今のワンツーは早かったですね。ですね、見せました。マルケス、まあ、メイウェザーは左を下げておいて、左だ、飛び込んだ、やっぱり早い。そう、ね、あの左フック、気をつけなきゃって言ってた。これぞ瞬間技能、本当に一瞬なんですよね。いやー、あー1分入りますね。まだやっぱり天才にサビという言葉はないのか。また左、ちょっとぐらつきを見せています。マルケス、マルケス右手を上げる。マルケス立て直せるか。マルケスはじゃあどう動いたらいいですか。まず一発目確実に外すと、ええ、まあまた右、あ、また右ストレート、あーとっとっと遅れます。マルケス、やっぱりスピード、類まれなるスピードを持っている選手であります。これは左ジャブの距離ですよね、そっから打つんですから。普通ですね、左ジャブの距離からまっすぐ来ると思ったんでしょうね今、遠いけど位に入っていこうとするとメイウェザー打ちますからね、メイウェザーそれやっぱり待ってるんじゃないでしょうかね。メイウェザー今3ラウンド目ですから、はい、何やってもいいわけですよね。入ってました、エルジブロック、はい、距離が長いところから打ってもよし、そしてマルケスが打ってきたらその向かい打ってもよし。おお、離れ際、やはり離れ際要注意です。いろんなことし始めた。右クロス、いや右をいきなり持ってきましたね。いきなり来ましたね。しかも抜群のタイミングで打ってきます。まあ、完全というのはなかなかないことでしょうけども、マルケスの回復力、そして先ほど第3ラウンド1ラウンド右ストレートを1人使いました。あのダウンのダメージからは浜田さん、ちょっと戻ってきたようですね。この動き見せましたもんね。そうですね、だから、右ストレート右フックをどうにかボディに持っていった後、上に行けばいいんですけどね。かなり一歩二歩踏み込んでいきました。ミューザーの場合は自分からロープに詰めておいて、右クロス届いたか、届いた、 今のは預かったんですけど、いいですよ、またあのマウスピース見せて笑みを浮かびました。ね、これ相打ちなんですけれど、メイウェザーの左フックの方が先に当たってるんですよ。そうですね、この辺もまだ入ってくるところ左に合わせます。タイミング今の当てきてますよね。これやっぱり誘ってるんですよね。ロープに引き付けておいてですね、引き付けてるんですね、来いという、先に打たせます。おー、また左、これがジャブのようにフックがヒットします。コーナーです、コーナーです、入ってきました。しかし先にメイウェザー早い、微妙なこの、また入ってきます。間合いから抜群の間合いから抜群のタイミングで入っていくフロイド・メイウェザー。今の体さばきなんかも早いです ね、昔のメイウェザーだんだん戻ってきてますね、はい、左合わせました。入ってくるところ、カウンターのジャブ、また左を合わせました。メルザ、このビッグストレート、今
来ましたよ、来ましたよ、目の前から正面から効いてますか、これ。ああ右またれます、当たります。もうメイウェザーに感覚してますよね、これメイウェザー感づいてますよね、もうね、どれぐらいのダメージか見ながらやってますからね、はい、あれね、なぜ効いたかというとね、あれ見えなかったからなんですよね。まだ当たりますね、これ左。こうやって集中でやるんじゃなくて一発一発で当てといて、どっかで倒れるだろうというふうなやり方がカメなんですね。すごいアッパーが目の前で通過してきました。だんだんスピードが出てきましたね、メイウェザー。逆にマルケスがパンチもらってるから落ちてきますよね、うん、これ行けば行くほどちょっと鈍りが出てくるかもしれません。パンチ集めます。ここはなんとかこうもう一歩二歩行って攻め込めないんでしょうかね。レオ右、またいきなり右、後ろロープです。マルケス、メイウェザーが前に出てくるとノックアウトしようということになりますよ。右くしゃし、右思い切り打ち込んできます。後ろはコーナーです。動けないですね、動けない、動いたところ打たれますからね。睨まれてます、出られないですね。また左行こう、と出て行こうというところでゴング。心理的にはね、本当10対8ぐらいの効果あります。何やってももうマルケスはそのダメだ。メウェザーがいつもの反応したり、ジュースですね、前に 出たくなったら前に出るしですね、後ろに下がろうと思えば下がりながら相手を呼びつけておいてですね、こうしっかりとカバーしています。本当にメイウェザーは打たれてないですよ、うん、あ早い、今のも早い、鼻の先かすりました。まあ、マルケス普通はこの左ジャブから打ってくるんですけど、そこでもう少し打てればいいですね、ただ左フック狙ってるのは分かりますからね、はいはい、今一瞬回の中に入りました。これガード固めた時はまた無類の強さをします。本気に、連打したらそのまま倒されますよね。あ、そんな感じですか、うん、あ本当にこのマルケスが蛇に睨まれたカエルみたいな状態になってるんですからね、これが一つも当たりません。あったメイウェザーショーが始まりそうです。これでもう一回続けたらやっぱりダウン取れますよね。鼻血が出てきました、また出てきました。右伸びる、右です。勇気ありますね。だけどもうあれ打っていったら本当カウンターで倒されるかもわからないのに、マルケスは行くんですよ。うん、なんか妙なハンドメリの形でパンチを出してきます、ね、うわっとっとっと、やっぱり狙ってるものが出ましたね。出ますね。あと50秒、マルケスも来ます。1年9ヶ月ぶり倒して勝ちたいというのはもうこれは人情です。山々そう思ってます。ショートラッパー飛び込んで目の前からアッパーを打ちました。ニクロス、おお、今のアッパーも当たりません。目の前に相手はいるんですが当たりません。何を打っていいのかあという状態ですね。本当にもう目の前は見え、押し込んできた。これで膝つきますよ、次打ったら。まだ時間はたっぷりあります。狙い撃ちですよね、狙い撃ち。また右、フロイド・メイウェザー久しぶりの試合を楽しんでいるかのようです。12ラウンドまで来ました。まもなく試合終了のゴング今鳴りました。試合終了です。フロイド・メイウェザー天才にやっぱりサビは関係なかったようです。3対0、文句ない判定ですね。フロイド・メイウェザー1年9ヶ月ぶりのリングは圧勝のリングでした。メイウェザーショーという、ね、独壇場でございましたが、小泉さん、驚くべきことは1年9ヶ月ぶりのリングだって言うんですもんね、あれがメイウェザーが。その引退前のですね、その防御の感じさ、反射神経の鋭さっていうのは、これカムバック第一戦でもうそのままその再現されてるんですね。そのところは脅威です。それでということはやっぱりメイウェザーっていうのはすごい選手なんですね。ただですね、まあ、私たち特に思うのかもしれませんが、浜田さん、はい、なんであそこまで追い込んでて倒してそこまでいかない、たまに傷と言いましょうか。ですね、やっぱ1年9ヶ月やってなかった、それで本当にノックアウトしようと思ったらできたはずなんですね。ただ少し長い時間をやりたいという
気持ちがあったと思うんですね、少し確認しながら、この場合どうだ、次の場合どうだって、だからこの試合の次を見ての、試合だったと思うんですね、本当に打っていったら、ノックアウトは確実だったと思いますよ。まあ、それは次回にお預けというね、そんな感じでございましたが、メイウェザーやっぱすごいですね。